ヨアヒム・グルツェ2005年撮影。ヨアヒム・グルツェがは、ドイツの言語学者。アイヒシテッドインゴルシュタット・カトリック大学、ソルトレークシティのユタ大学、パリソル・ボンヌ大学、グラーツ大学で英語とフランス語を学んだ。1998年からは、アイヒシテッドインゴルシュタット・カトリック大学で教鞭を取っている。2000年には、ロマンス書語、英語、 ドイツ語言語学分野で博士号を取得した。2004年にはハビリタシオンを取得した。これまでにミュンスター、バイロイト、エアフルト、フライブルク、ブダペストの各地で非専任教員として教鞭を取ったことがある。専門は名義論、ヨーロッパ言語学、異文化コミュニケーション、リングはフランカとしての英語教授法、言語教育一般。 知識伝達における言語とコミュニケーションの役割、などである。グルチェガは、ベーシック、グローバル英語の体系を、英語教授法として開発した。グルチェガは、ネット上の学術師として、オネマセオロジーオンラインを運営していた。彼が創設した二つ目のネット上の学術師は、ヨーロッパ言語学の若手研究者向けの、ジャーナルフォーユーロリングイスティックスである。彼は、 大学レベルの言語教育にも関わっており、特に1980年代にジャンポール・マーティンが提唱した教えることにより学ぶモデルの開発と普及に取り組んでいる。ありがとうございます。